ンテです。こんにちは。始まりました。始まりました。今日はなんと、はい、ステイボー自動車さんに来てます。はい。なんか乗ってたね、君。ショート動画で。なんかそう赤いかっこいい車でバーって来たけど。なんですか。このロードスターですね。初めてちょっとオープンカーで乗らせてもらいましたけど、なんであれを持ってるんですか。実はショート動画で使っていたロードスターは、はい、ステイボー自動車様の方でお借りしまして、はい、特別に撮らせていただきましたありがとうございます。ありがとうございます。早速、はい、社長の清金さんに来ていただいてるんで、お呼びさせていただきます。よろしくお願いします。社長お願いします。社長すいません、こちらに真ん中にお願いします。あ、社長の清金です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんです。はい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 、清金さんに清光自動車さんのご紹介をしていただけたら。はい、あ、はい、広島市の秋区で50年ぐらい自動車の板金塗装をやってます。最近はロードスターのレストア事業っていうのを立ち上げまして、ロードスターを1回バラバラにしてもう1回組み直して綺麗にして、もう10年20年乗れるようにリフレッシュするような作業を進めております。先ほどまあミヤが乗させていただいた車も、もともとはそういう感じで、もともとはボロボロの車だったのを全て分解してオーバーホールして、うん、パーツの一つ一つメンテナンスして、はい、また組み上げたという形になりますね。車の部品数とか半端じゃないですよね。半端ないです。ですからこうでバラしたのを元通りに組むことっていうことをす自体がこうとても難易度が高くて、その中で錆びたり腐ってたりしたのを切ったり貼ったりして直してっていう形で、もうたくさんの世界観で切ったり貼ったり体験させていただけるという体験、はい、ということで厳しく、はい、厳しくビシバシやってください。じゃあどうぞ中お入りください。はい、いいですか、すいません、はい、それじゃあ、はい、行ってきます。行ってきます。行ってきます。作業中にすいません。はい、もうこちらは何の作業になりますか。マスキングっていう作業になります。気をつけるところみたいなのがあるんですか。そうですね、やっぱり塗料が結構切ってはいけないところに散らないように隙間なく、際とかを大事に、まあ、いかに早く綺麗に描くかがポイントです。これを上こうですね。はい、こういうので、はい、ザッと、下で当てます、はい、これを隠すためです。はい、こっちから何ですか。え、怖っ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 。一応コーティングの時にやってたので、あ、あ、これはダメでしょ。あ、はい、これカメラ前やから優しくこれ、はい、多分これカメラなかったら、はい、物飛んでます。物飛んでます、はい、すいません。これ何点ですか。できました。100点満点中。おお、70はもらえるんですか。でも商品にはならない。じゃあ0点ですね。優しく言ってもらったんですけど0点ですよ。これこれを踏まえてちょっと見せていただきましょう。もう今のが素人の、今のが素人の貼り方ね。そうですね、見といてくださいね、これ。はい、折り紙をやる感じ、はい、キワもやっぱり大事なんで、こう、キワをちゃんと見ながら、はい、剥がしてください。おー、一個一個隠しながらやっちゃってください。爪をうまいこと利用して押さえ込むような形で中に入れる感じ でしっかり当てて押さえて、こういう感じですね。もう見比べてもらったら分かると思う。
シートから全部その、すごいさ、やった感想としてはめちゃくちゃ難かったですけど、マジで簡単な作業になるんですよね、そのプロの方からしたら。まあそうです、基本に。基本。わざわざ教えていただいてありがとうございます。すごい、難しい。ということで、はい、先ほど、まあ、マスキングは、まあ、分かりやすくここで、はい、やらせていただきます。本来はこの、まあ、2台あるんですけども、こちらの中でマスキングをして実際に、まあ、塗装じゃないですけどやっていくと。結構1000万以上っていう話を、1台っていうかこの台1個でみたいな、みたいな。まああの同じロードスターで次の作業をやらせてもらえるということなんで、早速やっていきましょう。次の作業はこれ車の中の部品をバラすっていうことで、バラしていきます。どこをこれは解体していくんですか？このちょっと写してダッシュボード、はい、これね、はい、これを全部外す、外せるものなんです。もうここがね、中が何もない状態までしていきますので、ね、まずこの辺りからずっと外していって、はい、でまあ、最終的にはこのダッシュボードを全部外す。そうそうそう、 OKOK。 おぉ、よー、入った。おー、すごっ、オープンなった、すごっ、すごっ、かっこ、見やすかった、めっちゃかっこいいやん、これ。あとはこういうついてるネジね、ネジがこれをもうあのひたすら外していく。この車はとりあえずこれ年式は、どの年式になるんですか？30年ぐらい前。30年前。生まれてないで。外せるんだ。おお、え？いいよ。すげえ。すごっ。やばい。おもろい。おお、はい。取れました。取れる、はい、それすごい。どうですか？これはもう下に置いといて大丈夫ですか？何伝説なんね、それ。解体伝説。解体で、いきなり解体伝説。すごい。すごい、もう言わなくても。そうですね。ネタを外し始めて。急に、急になんかもう。働いてる今。楽しい、楽しい、超楽しい。その俺やったら怖くて、その言われてない場所に回されへんで、ネジ。ただこの奥にスピードメーターケーブル、スピードメーターケーブル、それは2人同時に言い直すわ。なんかなんじゃそれみたいな。うわー、うわこんな感じになってるんですね。ちなみに外したダッシュボードだった。こんな感じ。おお、ダッシュボード。ダッシュボード。こういうことですよね。要はハンドルがこうあって、ここにこうエアコンとかカーナビがあって、で助手席、運転席みたいな。その3分クッキングのこれできた商品はみたいな感じであったけど。3分やります。あの出来上がったやつ。完成したダッシュボードがこちらです。ダッシュボードの再生の際は成功自動。もうここまで来たら車の再生は全部成功さん。ダッシュボードだけじゃないもん。解体編はこれで、はい、もう簡単ですけど終わりということで、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。とりあえずこのあのカイジのマスクみたいなのを今いやお借りしまして、誰が手合いの手合いの力をどうするマスクみたいな。縦取り、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 まあ、そこら辺も何がパテっていうなんか分かってないんで、そこら辺も質問しながらやれたらなと、はい、パテって何ですか？車用の面の傷が消えるってことですか？消えます。消えるのか、はい、この面にします。これを乾かすと。これ何分ぐらいやるんですか？固まるまで。固まるかどうかはもう手で触ってみたいな、はい、何年働かれてるんですか？35年。一番長いってことですか？今の中では従業員さんなので。社長と動画外でおしゃべりしてるときめちゃくちゃラリーがすごい楽しそうじゃないですか。あれはやっぱ昔からの関係性ってことですか？そうですね。もう何年ぐらいですか？
33年社長と付き合いが、そうだね、すごい長っ。社長のこといじれますね。研ぐんすかこれは。ペーパーで。あ、ペーパーで研ぐんすか。はい、はい、いいっすか、これ触っていいんすか今、うん、え？え？めっちゃ熱いんすか。いや、あったかいぐらい。あったかいぐらい。おお、熱いわ。熱いね。全然熱いわ。全然熱い。すいません、ありがとうございます。180番。はい、はいはい、何かコツとかは特に遊びながら、はい、高いところ、ああ、段差をなくすみたいな。この辺をなんかスクラッチのところってスクラッチったでしょ、はい、これは不正解でございます。いや、お、そろそろ、はい、こっち使います。おー、滑らかですね。全然違う。どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。いや、僕的にはもう段差は感じられないですよ。おお、オッケー、いただきました。90点。90点。あと10点やっぱり、はい、どういうの欲しいの。もうお任せして、あとはラストは。オッケー、はい、終わりです。それでこの傷をここから、ここからまた拾う。ああ、こっから塗装する。そうです。へぇ、ね、こんな感じです。段差がなくなったらしいです。もう触った感じ全然ないんで、元はへこんでたもん。すごいなっていうのは。嫌じゃない。ということで、実際成功自動車さんをご利用されているお客様にちょっと直接お話を聞きたいなっていうので、急遽なんですけど楽しんでいただきました。ありがとうございます。すごい先生方なんで。もうめっちゃ緊張する。緊急で会うとは思ってなかったけど、ちょっと、はい、まず1個目が、成功自動車さんを知られたきっかけというか、どういう理由でというところを。なるほど。私もともとロードスター欲しいなっていうのがずっとありまして、はい、おととしの末ぐらいにちょっと約束に、おお、その車がすごいびっくりするんだよなんで出てて、じゃあこっちと押してみた、はいはいはい、でこっちと押してみたら、はい、落ちちゃった。そのままじゃ乗れないので、ロードスターでレストアとか修理って見ると、どういう検索をしても教官さんが出てくる。ああ、はい、じゃあこれはもう教官さんに連絡してみよう、はい、って思って、それでアクセス。ああ、きっかけとしてはロードスターといえば清金さんみたいな。そうそうそう。あ、すごい。半年ぐらいここで大手術をし、はい、あその後もう一回持ってきて手術してもらったんですけど、はいはい、もう見る見る気持ちいい車に変わって、やっぱ全然変わっていくものなんですか。全然違いますね。へ、迷われてる理由とか、成功さんにも今回来られた理由じゃないですけど、はいはいはい、っていうのを、はい、谷川先生とはずっともう20年来ぐらいからの付き合いでいろんな研究をしていたんですけれども、はい、最近僕はリサイクルとかですね、はいはい、まあ、リユースの再生が実はかなり効果的じゃないかと、はいはい、電気自動車とかいろんな自動車ありますけれども、はい、新しい自動車が、はい、すごい大事だと、それもいいんだけども、はい、今ある自動車を長く使うというアプローチもあるんじゃないかってことに気づいてたんですね、はい、でその時に谷川先生がちょっと手に入れたの、はい、で研究になるんじゃないかということで、はい、見学してみるとですね、当然技術力はそれ高いというのも大前提だったんですけれども、はい、オートモービルカウンシルに出展されるほど の、はい、人脈があったりとかですね、はい、そもそも僕が持ってやっている研究にもかなり興味を持っていただいて、はい、もう可能な限り何でも協力しますよと、はい、じゃあ我々は欠点として、はい、どうしても机上のこう理論ばっかしとか追っちゃいがちなんですよ、はい、現場のことを知らないと何か提案しても全然説得ないじゃないですか、はい、その辺を何とかしたいと思って、いろんな知識とかですね、お知恵を返してできればなということで僕は通っています。あ、そういう研究にもロードスターが生きてくる。はい、そうなんです。こうやって古いものを
リユースしてこう使っていくっていうのはなんとなくいいように思えるんですけど、はい、それをちゃんと山瀬先生数値化してくれるんですね、はい、あ数値で出るんですね、うん、はい、いかに環境にいいのかっていうのが数値でわかるっていうのはこれすごいことで、はいはい、何でもなんとなくもったいないから使いますっていうだけじゃなくて、それはどれぐらいそれがもったいないのが環境にいいのかっていうのが分かってくるっていうのはとても面白いすごいしか出ませんもう。お二人のお名前調べてもらったら、はい、多分全部研究内容とかがこの辺に出るんですよ概要欄とかに話してもらうんで、本当に貴重なお話を、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日は一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったのと、僕は車とか全く触ったことなかったので、はい、すごい未知な世界、うん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。やっぱもう専門職ですね本当にわからないことだらけで奥が深くて、改めて車をレストアするってこんだけすげえことなんだなっていうのを今日改めて学びました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後なんですけども、今日から社長の会社に対する思いというものをお伺いしてもいいですか。はい、僕はね、2代目としてこの自動車の修理っていう仕事継いだんですけど、今多くの人にこう自動車の修理ってやっぱり楽しかったり、やっぱり面白かったりするっていう風なことを多くの方に知っていただいて、そうすることによって自動車を乗る楽しみもあるんですけど、修理する楽しみ、ご自分で修理したり業者に頼んで修理する、で今回お二人にやっていただいたように修理を体験する楽しみ、はい、やっぱりもっとこういろんな楽しみ方があると思いますんで、ゆくゆくはこうロードスターの人たちの聖地にしたいし、古い車を直したいっていう人がどんどん集まっていただけるような場所にしたいなと思ってます。僕全くロードスターとかそういう車とか全然詳しくなかったんですけど、修理っていうものを体験させてもらって、はい、あ車維持ってこうやって楽しいものなんやっていうのは改めてじゃないですけど、現にだって先ほどご自身の車修理してもらってました。平行自動車さんの、YouTube があるので、はい、まあ、そちらはもうその車の詳しいところであったりとか、細部までしっかり動画ございますので、ちょっとでも今日の動画で車っていいなって思った方は、はい、絶対に見てください。本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。ありがとうございました。おい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 、それ。